ウィルサイファはトヨタ自動車でかつて生産、販売されていたハッチバック型の乗用車である。ウィルブランドの自動車第3弾として発売され2000年2001年に登場したウィルシックスやウィル VS とは異なるコンセプトで2002年10月に発売された5人乗りのハッチバック型自動車である。デザインコンセプトはディスプレイ一体型ヘルメット、プラットフォームを 初代ビッツと共有する。エンジンは、全輪駆動が 2NZFE 型1.3リットル、4輪駆動が 1NZFE 型1.5リットル、共に直列4気筒エンジンを採用し、トランスミッションは4速 AT である。ネットワーク社会と車が融合する、サイバーカプセルがテーマ。広告キャッチコピーは、育てる車。この車種はトヨタで、 初めて車載情報通信サービスの G ブックに対応しており、対応車載機を標準装備していた。そのためかトヨタのコンパクトカーとしては、初となる2輪プラス2輪のオーディオ別対ナビゲーションでもあった。しかしながら、IT 機器と自動車の進化スピードの著しい差を理由とした否定的な意見もあった。また、この車種限定の斬新なカーリースプランが用意されていた。 車の走行距離に応じてリース料金が課金されるという重量性プランであった。携帯電話のように基本料金走行距離重量性料金が月額リース料金として請求され、その走行距離は搭載されている G ブック端末から送信される走行距離情報で計算されるというものだった。しかし利用客は予想より多かったものの利用客の走行距離が 想定していたよりも短く、再三割れになることから2005年8月で取扱い終了となった。やがて2004年4月のビスタ店の統合、6月にはカローラ店に同じクラスのパッソの登場、さらには2005年2月にビッツがフルモデルチェンジしたことで、ウィルプロジェクト終了と同時に2代目ビッツに統合される形で2005年7月に生産終了、八月に 販売終了となった。トヨタカローラ店とネッツ店で取り扱われていた。英語のサイバーとフェートンの造成後、デアゴスティーニジャパン週刊日本の名社第59号13ページより、カートップ2002年4月号103ページにおいて、国沢光弘はこれを理由に、ウィルの第3弾に搭載されるような、車専用の本格的なモバイル機器については、否定的な意見を持つ。 と名指しでこのシステムを否定している。ウィルサイファ、トヨタ自動車株式会社、2020年1月11日閲覧。ウィルサイファのカタログ、トヨタ自動車株式会社、2020年1月11日閲覧。ありがとうございます。